レバレッジ投資家いづきです。本日もよろしくお願いいたします。暴落で積み立て停止おわ損切りした人の末路ということでね、暴落時に積み立て停止損切りをねしていますと、いつまで経っても資産が増えていかないということになります。今日はねここを皆さんと情報共有していきたいと思います。これはね実際に暴落をね一発食らった私のね経験談ということになります。それではスタートです。さあ逆イールドなんですけれどね、アメリカ観測史上最大級に育っております。逆イールド大きければ大きいほど、要は期間が長ければ長いほど、その後のリセッション入り株価の暴落につながっていくと言われます。アメリカ最大級の逆イールド、この後のねリセッションもしくは株価の暴落が私は楽しみです。そこでしっかりとね暴落時にいかにね資産を増やすことによって、その後の爆発的なね資産増加というのをね体験できるということになります。一人でするのは難しいですけれど、仲間と一緒だったらということでね、メンバーシップを立ち上げております。メンバーシップ会員さんと私と一緒に資産を形成していきませんか。メンバーシップご登録お待ちしております。暴落で積み立て停止おわ損切りした人の末路、資産形成が全く前に進んでいかないということになります。資産形成初期の暴落はその後の資産形成に大きな変化をもたらします。ただし条件はついてきますけどねと。暴落で積み立て停止おわ損切り、これは最悪資産が一向に増えていかないと。資産形成には株数口数を大量購入していく必要があります。資金が潤沢にある投資家の人は別ですけれどもね、まあサラリーマンさんとか私のようにね、まあ限られた収入でやりくりをしているね普通の投資家の人はなかなかね、普通の時期っていうのはね株を大量購入できない、投資信託大量購入できないということになるんですけれども、まあ我々普通の投資家でもね株数口数を大量購入できる期間があります。それが暴落です。株価 50% 下落っていうのはバーゲンタイムということでね、間違いないんですけれど、言い換えればいつもの資金で2倍買えるということなんですね。うわ 50% 下落した、安いなというね観点と、もう一つの考え方、それはおいで倍買えるというねことになってくるわけですよね。バーゲンプライスで 50% で買えるって言ってね、いつも5万円買ってたのを2万5000円にしていたらダメだということですね。いつも通り5万円買ってね、いつもの金額で2倍買えるというふうにねしていかないといけないと。ここたまにねバーゲンプライスだからね買うね資金を減らしてもいいですかなんてね言ってくる人いるんですけど、違うやろ、増やすんやというね話になってくるわけですよね。暴落時に買い進めたものの資産はより強固に、元本割れのリスクが低減するということで、まあ実際にね私が2022年10月に SXL 底値付近で購入しました。こちらは7ドル切っているソグルということになります。今年ソグルの高値がね更新していった時は 889.89% というねことになっておりまして、もう少しでね10倍カメハメハというねところまで一気にね行ったということになります。これは終値ベースの話ですね。そして2023年1月から12月、これはね暴落の年明けですよね、から1年間積み立て投資をしたレバナンス、今年のね最高値に行った時はねプラス 93.96% までね上昇しているということになっていくわけですよね。これね2つともまあ暴落時にね仕込んだものと、ソグルの方はスポット購入、レバナンスの方は1年間安くなっているところから高値に戻るまでの積み立てということになっているんですけれど、まあ特筆すべきところはね、いつきレバナンスはもプラス 93.96% まで一旦上昇していると。いつきソグルの方は 889.89% まで上昇しているということね。こうなってくると、なかなか元本割れしないということなんですよね。おそらく SOXL の方は、今回ね、もし逆イールド解消後の暴落が来てね、そして、まあ、下落が始まって 90% 下落したとしてもね、おそらくね7ドル台切るというようなところまではね落ちないんじゃないのかなというふうにね考えております。ということにねなってくるんで、まあなかなかねその7ドルに限りなく近くはなっていくとは思うんですけれども、これをね割らない、元本を割るか割らないかっていうのはねすごく重要と。そしてこれね暴落一
発時で、まあ、これだけ強固なソクルとかね、レバナンスを保有できているということは、この暴落を2回、3回と繰り返していくたびに、自分のね、保有している商品たちっていうのが、元本割れをね、どん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 していかなくなるということなんですよね。ひょっとしたら、いつきソクル、いつきレバナンス、次の暴落でね、ひょっとしたらちょこっとだけ元本割れるかもわかりません。ですけれど、その暴落時にしっかりと買い増しをしてしまえば、次の暴落ではね、元本割れのリスクっていうのがほぼほぼなくなっていくと。要は S&P500 でもね、そうなんですよ。積み立ての方をね、しておりまして、15年、20年経っていくと、元本割れのリスクがね、ほとんどなくなっていくというね、からくりの中に、暴落時にもしっかりと買うというところがあるわけですよね。積み立て投資ですから、ドルコスト平均法ということですからね、高い時にはちょっとしか買えない、安い時にはたっぷり買える、同じ金額を積み上げていってるのにというね、この方法ですよ。これがね、なんで成立していくのかというと、それは下落時にもしっかりと買うからですよね。ですけれど、下落時に買わないとか、積み立てをストップするとかってね、損切りするなんていうのはね、もってのほかなんですよね。暴落時にね、どれだけ買い増し進めていけるか、それによって、ご自身が持たれているソクルとか、レバナンスとか、トップ級とか、もしくはファングプラスとかね、S&P500 でも、ナスダック100でもそうですけれど、それらが強固な、保有商品に変わっていくということに、ね、なっていくわけですよね。お宝株を手に入れるためには、お宝株をね、ゲットし続けないといけない。安いね、ソクルとかファンクプラスをどん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 とゲットしていく必要があるという状態になっていきます。これを繰り返していくことによって、暴落が来ても元本割れしない、ね、強い資産を保有することができるということにね、つながっていくというわけなんですよね。ですから、資産形成初期に一発ね、早めに暴落が来ていただいて、そこでしっかりと買い増しできた人っていうのは、普通にね、5年も6年も暴落が来なくてね、まあ少しの調整はあるんですけれど、まあ常に買い続けた人よりははるかにね、強い、そしてね、はるかにトータルリターンがプラスになっているね、資産を保有するということにつながっていきますんで、この暴落をね、やたらとビビる人、怖がる人、そして暴落が来たら売ってしまう人、買うのをやめてしまう人、ね、投資家の人たちがいるんですけれど、これをすると投資家ではないですよということでね、もうそれはただのその辺のね、おっちゃんおばちゃんになってしまうということになりますんで、まあ、投資家とね、自分をしっかりとね、認識して、そして投資をしていくのであればね、暴落の時こそ買い進めていくと、そのためには暴落になった時に大量購入できる資金を、いかにストックしていくのかというのがね、重要になってくると。まあ普通のね、サラリーマンさんとか私のようなフリーランサーの方ですと、1ヶ月でね、入金できる金額っていうのは決まってますよね。それは毎月購入しないといけないとなると、どこでスポット購入資金を捻出していくんだということになります。私は自分の保有している資産を売却して、逆に、なった時にしっかりとスポット購入できるように資金はストックしているという状態に、ね、なっていくわけですよね。どうせね、株価って高くなった後はね、下がるんですから、高くなったところでね、暴落来た時に自分がスポット購入しようと思ってる資金だけ利確しておく。これ何が悪いのか私にはね、全くわからない。まあ、理にかなってる方法だと思うんですけれど、アンチの人たちは私がレバナンス利確祭りとかって言ってね、レバナンスを売却した時に、まあ、やたらとね、攻撃してきたことがあるということで、だったらその人たち、暴落が来た時に、どこからね、スポット購入用のね、資金を捻出するのかなと、レバナンスを売らずにね、労働収入だけでね、レバナンスを売っただけのね、資金を捻出できるのかということになりますよね。捻出できたとしても、さらにレバナンス売っていればね、さらにスポット購入金額はね、倍増していくということになりますので、私は、私自身が働いて、労働収入から入金することはもうストップしてますけれどね、1馬力で働いてたら1馬力なんですよ。2馬力、3馬力でなんで働いてないの ?1 馬力、私、2馬力、ソクル、3馬力、レバナンスとかってね、いうふうに、みんなその商品がね、働いてトータルリターンプラスつけてくれてるんでしょうと、そしたら浮いてる間にね、全部利確するわけじゃないですよ。一部を利確しておいて、暴落が来た時用にしっかりとね、ストックをしていくと、まあこれをね、するのが当たり前というね、世の中になってきますので、暴落が来たらね、入金をストップするとか損切りするというのはね、愚の誇張ですよと。暴落が来た時こそ買い進めていく、その資金をしっかりと握っておくというのが重要になってくると。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。